ックの高橋さんが随所に施した伝統的な技、次から次へと出てまいりますぞ。お次は金輪継ぎ、針同士を継いでいきます。こちらの金輪継ぎは圧縮や引っ張り、さらに上下方向の力にも強く、針など強度が求められる材木の接合に適しているそうです。しっかりとした技術が見えないところに施されていく、本物の贅沢とはこういうものです。今度は